はい、ご視聴していただきありがとうございます。信長の野望大使、ウィズパープキット。天文の乱シナリオの、ね、伊達、春宗かな、第6話になります。春宗で合ってるよね、多分。ちょっと、名前確認しよう。勢力。伊達、武将、春宗だね。合ってるね。はい。あ、そうそう。手紙はね、ケチなんでね。自分ケチなんで。あげてません。50枚溜まったみたいだね、やっとね。50枚ぐらい持ってるぐらいじゃ、これ、全部の武将にさ、忠誠度上げられないからね。うん。そう、そんなんで、めんどくさいんだよね。うん。あげてません。ということで、じゃあ、こいつら、ね、7200で集めてるから、行こうか。攻める場所もなくなっちゃってさ、うん。32日。14,600 か。で、戦場が、守り上げ。2万持ってこう。2万。いざ、参ろう。ついでに準建所建てようか、建築で。米売ろうか。取引を行いましょう。米ちょっと売って。ありがとうございました。準建所建てて。32日だから、それ以内に作れる部長が30人。かしこまった。決定。鉄砲はいらんな。かしこまった。この2人ぐらいしか作れないんで。うん。で、あとはあれだね。宿場町こう作っといてやろうか。はっ。歩兵やったよね、ここね。やったるね、問題ないね。やったるね。うん。じゃあ進めていこうか。今はこっちをね、狙ってます。3人のままなんで、そのまま来てくれれば。4100、5400?勝てねえよ。進め。これ来るで待とうか。行くぞ。進め。階段しないもんね。行くぞ。あ、こっちに移動すれば向こうに。進め。向こうに行くのか。じゃあちょっと移動しよう。あ。解散した。優雅な戦であった。あ、出てきてくれた。ラッキーだね。階段したね。じゃそのまま張り付こう。行くぞ。進め。卑怯かもしれないけど。これ強行22日にね。冷え抜き系。うん。まあ、お城がないんで借りちゃったんだけどね。うん。報告いたします。先月の収支です。表情を始めようか。かような策はいかがでしょう。あ、あれじゃん。評論が安くなるのが来たでしょ。取れるそうだね、これね。うん。問題ない。と、対名と、じゃあ、論議とっとこうか。62、47、48。よし、表情は終わりだ。はい、洪水被害来てほしいね。まあ、そこそこかな。うん。かたじけないことです。はっ。取引を行いましょう。闇取引大丈夫ね。取引を行いましょう。じゃあ進めてこう。勝てる。ノーエセレン使ってるもん。マジで言ってる？
準現状パワーで、一緒だったってことか、兵数は。もうちょい、お前らも出てこいよ。進め。ああ、こいつらさらに出さなかったのが正解だな。出さない方がいいな、これは。一回組み直そう。うん。ここ二つはさ、この後ろからさ、24カットして、7、これでいいんじゃない？進め。こういって、で、こっからも、進め。で、で、こっから出そうか。2200。7000なんぼ。で、いっぱいいっぱい持っていって、9300。もうちょい持っていきたい。いいでしょ、2枚ちゃん。これ持っていけば勝てるでしょう。ドアから。進め。うん。でさ、こいつらどうする？こっちから持ってくるか？うん。この辺返すかどうかね。どっちみちね、1900と、2100しかいないんで、こっちの方が兵力多いんで勝てるからね。他から集めないと。あ、サーターで、そっか、いいね。どんどん行こうか。進め。あ、撃って出てきた？いいね。ストップ。緩めさん、ありがとうございます。軍略の真髄、未だ見えず。はい、王で。来た、これ。行くとしましょう。これは7日。あれに続け。4600で来る。4600で来る。合流。我に続け。これで7100、4600、うん、勝てる。いけるんじゃない？進めとこう。悪いが、負けられぬのでな。はい、ということで、ひえぬきさんね、落ちました。うん。本因薄めないかな。これは、あれだね。やられる前にやる？にしても、まあ、援軍かきながらやればなんとかなるっしょ。じゃあ、進めていこう。今日、ホイ36、ホイしとこう。本願寺通称も吸いましょう。報告いたします。義地を。安全の、もう兵枯れてるんだね。は。取引を行いましょう。闇取引切れてるね。
格の違い。闇取引よりさ、借りたロードってのがいいのかな。取引を行いましょう。そこら辺ってさ、結構みんなさ、あの確率はしてないよね。今日これ硬いな。この城もらい受け。クルリンはどの子のとかってなんか言ってたぞ。あ、クルリ落とした。そしたら部分入場して。おー、もう全然、兵がいないじゃん。で、ゴール、すっかり忘れてた、クルリ言ってたことなんか。皆の者、我に続け行くぞ皆の者、我に続けうん、これであれだね。もう北条は、攻める場所なくなったね、こいつら。交渉でさ、城借りてもしょうがない。交渉で婚姻。ちょっと待って、さすがの違う水っていうだけのことあるね。いろんな名字の人がなんかみんなあれじゃん。うん、大崎さんお前でいいよ。お前なんか姫もらってこい。北条、どっちにしようか。9歳、12歳もらってこい。はっ。これで婚姻で OK でしょう。うん。あ、長を従属しろって言えるんだ。お前従属しろよ。うん。はっ。お前、長尾さん従属。そうすると、おまけで、シナもくっついてくる。うん。いいんじゃない、いいんじゃない。うん。したら、婚姻を結ぼう。あ、またくれる。したら、これ強いね、統率がね。うん。16歳、これあげようか。あー、セナ姫。セナちゃんもらおうか、セナちゃん。うん。ちょっとガキのおもりになっちゃうけど。うん。で、もうとりあえずは、あれだね、二末包囲網さえしのげば、多分安泰だね。うん。そうないか。もう従属勢力に、従属婚姻に、あれして、ね。うん。で、本当にね、完璧に四カ国同盟みたいな感じになるね。うん。まあ、これがね、うん。伊達じゃなくて武田が弱いけど、まあ進めとこう。で、行方は分かりません。指揮を取りますか。いいえ、みな見事な戦であったな。はい、勝てるね。おんま、おんま、報告いたします。おー、さあ、お命令を。結果があれは、まあでも、これがね、信長の野望のね、大して面白いとこだよね。うん。はもっと早くからちゃんとね、同盟の使者とか送っとけって話なんだけどね。どうしようか。これ勝てる。悩むね。兵糧買って。取引を行いましょう。ありがとうございました。取り計らいます。ちょっと売って。お金をちょっと。通りに。ああ、ちくしょう。どうしようか。悩みどこだね。こいつらがどう出るかだよね。さあ、こっちを落としてから相手にするんだったらよかったけど、とりあえずあれだね、この隙に、武田だけは取りたいね。
え、神前の方どうよ。神前の方は、同盟、神前やって、交渉で、でもコインのやつ飛車送ってるもんね。コイン同盟できちゃえば、まあ同盟だから、同盟友達は友達だもんね。うん。そしたら、今川を相手にしなくても、とりあえず、武田まで取っちゃえば、あとはどうにでもなりそうだね。うん。じゃあ進めていこうか。山内上杉だけは取りたいね、早くね。戦を知らぬ者、婚姻同盟はできない。進め。婚姻ができない。交渉で同盟長やっとこうか。は、あ、そっかそっか、あれか、あのあれが80切っちゃったからできなくなっちゃったってことね。あー、そっかそっか、納得。ああ、勝てる。勝って兜を落ち。なんでそっくろ。おっくろじゃないのか。最後の一個の城だからしょうがないか。ここのか。これ来て8000でしょ、確か。勝てるね。揺るぎます。ありがとうございます。軍略の真髄、未だ見えず。で、山内上杉もう終わりだね。3000出てくるけど問題ないんだよ、山本さんね。うん。じゃあこんなんでちょっと進めよう。ルーマさん、ありがとうございます。これが積み重ねた年の功。今日こ24日、じゃあ進めてこう。あ、同盟一応できたね。問題ない。私の戦を見せてやろう。我ら王道を行かん。報告いたします。ちょっと真に荒ぶってるね。表情を始めようか。かような策はいかがでしょう。兵糧減少代、これでかいぞ。これでかいぞ。農業を取ればいい。じゃあ農業対面だね。46、48、42。よし、表情は終わりだ。攻めの極意欲しい。もうこれこっちからだよ。もう極意が消えちゃったね。対面、提案の苦情症だ。対面一時取るの大変だからね。ご命令を。承知いたしました。取引を行いましょう。ありがとうございました。売却。かしこまりました。かしこまりました。来たこれ。じゃあ歩兵しよう。承知いたしました。ちょっと歩兵手抜いたっぽいね。はっ、承知いたしました。承知いたしました。うん、こんなもんかな。そしたら今のうちに交渉で婚姻同盟しとこう。婚姻同盟、この弱い武将でいい。で北条ください。いたしました。ということで、これでいいんじゃない。で、これが従属した、うん、おまけでシーナもついてきた。いいね、いいね、いいね。うん、一つ上に同士状態だね。はい、では埋めていきましょう。この城もらい受ける。で、里見落としたね。いいでしょう。闘争強いもんね。うん。
返してたら、あとどっか攻めてるところないよね。あ、南部さんとさ、ローム園長、承知いたしました。できんのかな、南部さんとローム園長。わかんないね。あ、でもさ、なんだかんだ言ってさ、今回のボイモってさ、ここら辺だけか。うん、こっちとか来てないんだね。うん、これは余裕だね。多分余裕であってほしい願望ですけど。5600じゃ勝てね。こっちから出そうか、ちょっと。13000、あんま出しちゃったらか。いや、この状態でも結構減るね。いや、見ようか、この2部隊でなんとか回そうか、ここは。我が領内に敵が迫っております。8200。お前も出てこいよ。8400で、ここは守り上げ。うん、もうちょっと待とう。もうちょっと待てば、もうちょい兵が出るようになると思う。うん、この城いただくとしよう。よし、こう取れたね。行くとしましょう。国見に行こうか。我に続け。本当は国見に行きたいんだけど、信玄が攻めてくるね、これ。行くとしましょう。我に続け。部分入場。ちょっと悩むね。悩みどこだね、ここね。合流で。我に続け。行くとしましょう。我に続け。こっち行ってみて、ちょっと信玄の動きを見ようか。志果たさずして将は終えられぬな。とりあえずこれがもうちょい、あと27日集めるのにもちょっと時間かかるはずなんで。これでここで間違りしよう。志果たさずして将は終えられぬな。あ、婚姻結べたね。よかったよかったよかった、よかった。どうしようかな。勝てないんだよな。行くとしましょう。ちょっと勝てないんだよね。ここで待っとこうか。じゃあ我に続け。なんか集めてるぞこれ。6100。ほう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 。まあよくわかんない、進めよう。それ必死、絶対勝てるっていう道筋がね、ちょっとね。報告いたします。先月の終始です。描けないね。うん、あ、千代ちゃんありがとう。片付けない。承知いたしました。
と闇取引やって格の違い見せてやるよ。取引を行いましょう。であれがノーゼセーレのケルでしたね。使っとこうか。格の違い見せてやるよ。はい、じゃあね、こんなところでとりあえず歩兵をやってね、第6話かな、うん、終了していきたいなと思います。ちょっと振り返ってみて、ちょっと出兵とかなんかちょっと間違えてたところがあったかなっていうところかな、うん、まあ進め方は だいぶ良かったんだけど、結局ホイムを当てられちゃったので、あの結局110だった、110まで神殿があったじゃないですか。その1ヶ月前にも多分神殿、あの同盟とか結べれたと思うんだよね。うん、それでね、あのやっとくべきだったっていうのはあるね。うん、なんだろう、余裕だったのでちょっとね、そこまで気がね回ってなかったですね。はい、ということで6話ご視聴いただきありがとうございました。